女性の食事を描いたポスター食は、通常、従属栄養生物に、生理的熱量を供給し、成長を可能にするために、食物を摂取することである。動物などの従属栄養生物が生きていくためには、食べることは不可欠である。肉食動物は、他の動物の肉を、草食動物は植物を食べ、雑食動物は、動物の肉と植物の両方を食べ、 食食性生物はでトリタスを食べる。菌類は体内の食物ではなく、体外の有機物を消費する。人間にとって食は日常生活動作の一つである。しかし、人によっては栄養摂取量を制限することがある。これはライフスタイルの選択の結果、上や基金、ダイエットの一環や宗教上の断食であったりする。ビスケットを食べている。 女性ケーキを食べている女性多くの家庭では食べ物や料理の準備のために広大なキッチンが設けられておりまた食堂やカフェテリアなど食事のために指定された場所があることもある多くの社会では外出先や調理する時間がない時あるいは社交的な場でも食事化できるようにレストランやフードコート街頭で屋台が食事を提供するストリートフードが存在する 人々の最高レベルに洗練された技術により、これらの場所は、グローバルなコスモポリタニズムと神話の劇場型光景、となる。ピクニックやあり合わせの料理、フードフェスティバルなど、食事を一番の目的とした社交の場も存在する。多くの社会的なイベントでは、参加者に飲食物が提供される。人間は、一般的に、1日に2、3回の食事をとる。 食事と食事の間に軽食を少量取る場合もある。イギリスの医師は4から6時間の間隔で、1日3食を推奨している。バランスの取れた食事、皿の半分を野菜、1、4を肉などのタンパク質、1、4をパスタや米などの炭水化物とするを3度取る場合、合計約1800から2000キロカロリーとなり、 これは普通の人の平均的な必要量にあたる。シャーリア法の適用地域では、ラマダンの昼間に、成人のイスラーム教徒が食事をとることは、ことによると禁止される。レストランで、フォークを使って、食事をする、男性ウズベキスタンの伝統的な食事の、仕方新生児は成人の食べ物を口にせず、母乳や調合乳のみで生きていく。生後2から3ヶ月の幼児には、 少量のピューレ状にした食べ物を与えることもある。が、ほとんどの乳児は、生後6ヶ月から8ヶ月になるまで大人の食べ物を口にしない。幼いや看房は、歯が少なく、消化期間も未発達なので、ピューレ状のベビーフードを食べる。生後8から12ヶ月になってくると、消化機能が発達し、手づかみで食べ始める。しかし、彼らの食事内容はまだ限られている。 なぜならこの時期の赤ちゃんは、九死や犬死がなく、また、摂死の数も限られていることが多いからである。生後18ヶ月になると、赤ん坊は十分な歯と消化機能を持ち合わせ、大人と同じものを食べられるようになる。子供にとって食べることを覚えるのは面倒な作業であり、食事のマナーが身につくのは5から6歳になってからという場合が多い。人間を含めて多くの動物は、 初めて見る食べ物に対して恐れの感情を覚えたり、警戒行動をとる傾向が備わっており、こうした本能的な行動や心理を心理学では新規性恐怖と呼んでいる。また、ある特定の食べ物を食べた後に気分の悪化や嘔吐を経験したり、食べた食品から異臭や味の違和感を感じる経験をした後は、その食品に対して生理的な危機感が生じて食べられなくなる場合があり、 こういった反応は食物嫌悪学習と呼ばれている。ある食品に対する好き嫌いや変色を克服するために食感を変えたり花を摘んで食べるなどの工夫をする場合があるが特定の食品に対する好き嫌いの変化は単純接触効果と相関がある。ある食品に対する好き嫌いはその食品に接する回数に依存しており、その食品を特に問題なく、 食べられた経験が何度も繰り返されると、その食品に対する思考性は上昇する。世界の各地域では、食事をする際の姿勢が影響を受ける文化によって違ってくる。例えば、中東などの地域だと、床に座って食事をとるのは当然のことであり、それはテーブルを使うよりも、より健康的と言われているからである。古代ギリシャ人は、シンポジウムという祝いの場にて、 座った状態での食事を好んだ。そして、この伝統はそのまま、古代ローマでも取り入れられ、古代ヘブライ人も、また、伝統的な祝典である杉越にて、この姿勢を取り入れた。箸を使って、食事をする、女性脅迫性化食とは、ネガティブな感情に反応して食べてしまう傾向である。実験的な研究では、 不安を抱えていると正常体重の人では食事の摂取量が減り、肥満の人では反対に摂取量が増えることが指摘されている。手を使って食事をする人たちさらに多くの実験に基づく研究では、標準体重を超えている人の方が、より強い感情的な反応性を持っており、その人たちは標準体重の人と比べ、 悩んでいる時に過食しやすい傾向があると指摘されている。正常な女子大生と肥満の女子大生の感情的な食事をもとに感情による反応性を比較したある自然的な研究では肥満者の過食傾向が明らかになった。しかしその研究結果は感食のみに当てはまり普通の食事には当てはまらなかった。要するに肥満者は 食事の最中に食べる量そのものが増える傾向は見られず、むしろ食事と食事の間に間食をたくさんとっていたことが判明した。そこから、肥満の人は他人と一緒に食事をすることが多いが、他の人がいることで苦痛が軽減されることを理由に平均より多く食べないこと、そして肥満の人は食事の際、社会的な望ましさゆえに、 他の人よりも多く食べないことが説明できる。逆に、感触は一人で食べることが多い。人間の手で手伝われながら、食事を行う恋の食事の開始と終わりを制御する、生理学的な構造は数多くある。食物摂取の制御は、生理学的に複雑かつ意図的な行動様式である。コレシストキニン、ボンベシン、ニューロテンシン、アノレクチン、カルシトニン、エンテロスタチン。 レプチン、副腎皮質刺激ホルモン、放出ホルモンなどのホルモンは、どれも、食物摂取を抑制する働きがあることが分かっている。食事の開始空腹を感じさせる信号は数多くある。空腹を感じさせる信号には、環境によるもの、消化管によるもの、代謝によるものがある。環境による信号は、体の感覚により発動される。空腹管は、 食べ物の匂いや食べ物について考えたこと、皿を目にする、誰かが食べ物について話しているのを聞くことによって起こり得る。胃からの信号は、ペプチドホルモンであるグレリンが放出されることでは、開始される。また、グレリンは、空腹感を脳に与えることで、食欲を増進させるホルモンである。空腹感をもたらす信号は、環境によるものや、グレリンだけではなく、 他に代謝によるものがある。食事と食事の間に時間が経つと栄養を貯蔵しているところから栄養を体に吸収し始める。細胞内のグルコース濃度の低下を感知すると体は空腹感を感じ始め、また細胞内の脂質の低下を感知することで体は食べることを促す。食事の終了短期的な満腹信号には頭、胃、腸、 肝臓から発生するものがあり、長期的な満腹感をもたらす信号は死亡組織から送られる。食べ物の味や匂いは短期的な満腹感につながり、体が食べるのをやめるタイミングを知ることができる。胃には満腹になったかどうかがわかる受容体が存在する。また、腸には脳に満腹の信号を送る受容体も存在する。十二指腸から放出されるコレシストキニンは、 胃が空になる速度を制御する働きがあり、これは脳に向けての満腹の信号と考えられている。ペプチド U3 から36は、小腸から送られるホルモンであるが、脳への満腹の信号としても利用されている。インスリンも、また、同様の役割を果たしている。脳は、血中のインスリン濃度を感知し、そこから細胞に栄養が取り込まれ、人が満腹になっていることを示す。 長期にわたる満腹感は脂肪組織に蓄えられた脂肪に起因する。脂肪組織はレプチンという食欲を抑えるホルモンを分泌する。脂肪組織に起因する長期的な満腹感の信号は短期的な満腹感の信号を制御する。満腹感は生理現象以外に生体の思考の認知にも左右される。 例えば、同じ食品を食べ続けた場合、美味しいという感性が低下し、それ以上食べることができなくなるが、食後のデザートが現れると、別の食欲が湧き美味しく食べられる、いわゆるデザートは別腹現象がある。こういった現象は、感性満腹感と呼ばれている。脳の役割脳幹は、体から空腹及び満腹信号を検出する神経回路を持っているため、 食物摂取を制限することができる。脳幹における食物摂取の関与はネズミを使った動物実験によって研究されている。脳幹内のニューロンが脳半球の神経回路から離,離されたネズミは食べ物に接近したり食事を行ったりすることができない。代わりにそのネズミらは液体の形で栄養を取らなければならなくなる。 この実験は脳幹が食事の役割をしているということを示している。失笑下株にはメラニン濃縮ホルモンとオレキシンという二つのペプチドが存在する。メラニン濃縮ホルモンは空腹感を引き起こす役割がある。ネズミの場合、メラニン濃縮ホルモンは接触を刺激し、それを過敏酸性を引き起こす突然変異は過食及び肥満を引き起こした事例がある。 オレキシンの場合、食事と睡眠の関係を制御する上で大きな役割を果たしている。死下株の接触を誘導する他のペプチドは神経ペプチド Y とアグルチ関連タンパク質である。死下株における満腹感はレプチンによって刺激される。レプチンは球状を拡張の受容体を標的とし、MCH 及びオレキシンの分泌を抑制する。故障の核には 上を抑える二つのペプチドも含まれている。それぞれコカイン及びアンフェタミン調節転写物とアルファ・ m s h である食事は一般に空腹感により引き起こされる。しかし、食欲に影響を及ぼし正常な食事パターンを崩させるような身体的及び心理的な異常というものが数多く存在する。うつ病、食物アレルギー、特定の化学物質の摂取。 過食症、虚食症、脳下垂体の機能不全、内分泌の異常、そしてその他多くの病気や接触障害がこれに含まれる。栄養のある食物が慢性的に不足すると様々な病気の原因となり、最終的には飢餓につながる。ある地域で大規模に発生するものは、飢饉とみなされる。手術後の回復期によく見られるが、食べたり飲んだりができない場合には、 形状栄養及び非形鋼栄養で接触を代替する。ありがとうございます。